皆様いかがお過ごしですか。私は2ヶ月ぶりに髪を切ってきました。今日は夜と霧ズーム読書会第3回目のテキストをご紹介します。第1回、第2回と予想もしなかったほどたくさんの方々に全国各地はおろかアメリカ大陸やヨーロッパからもご参加いただいてとても豊かな時間を過ごせたと思っています。1回目2回目には参加しなかったからとおっしゃらずに、どうか3回目からで結構です。ご参加ください。夜と霧は3部に分かれています。第1部収容、第2部収容所生活、そして第3部が収容所から解放されてです。この第2部の収容所生活というのがもう大半を占めます。今日ご案内する箇所はこの第2部の最後の方です。新版ですと143ページから145ページ、下山版ですと195ページから196ページです。フランクルは予習動画でご案内したように、ウィーンからまずチェコのテレジンシュタット収容所に送られ、そこからアウシュビッツを経由して南ドイツの収容所に送られました。この南ドイツには有名なダッハウ収容所を中心にたくさんの収容所があり、まずフランクルが送られたのはカウフェリング収容所という強制労働収容所です。ですので夜と霧の労働にまつわる逸話はこのカウフェリング収容所での出来事です。そして戦争末期チフスが流行りました。ナチスは一つの小さな収容所に患者を集めました。それがチュルクハイム収容所です。ここにフランクルは医師として同行しました。戦争末期収容所生活の最後にフランクルは本来の医師としての仕事をする場を与えられたわけです。では読みます。ここでは私が最後に送られ、そこから解放された収容所の所長のことにだけ触れておこう。彼は親衛隊員だった。この所長はこっそりポケットマネーからかなりの額を出して、被収容者のために近くの町の薬局から薬品を買ってこさせていた。これには後日談がある。解放後、ユダヤ人被収容者たちは、この親衛隊員をアメリカ軍からかばい、その指揮官にこの男の髪の毛一本たりとも触れないという条件のもとでしか引き渡さないと申し入れたのだ。一方、この同じ収容所の被収容者の班長は収容所の親衛隊員からなる監視者の誰よりも厳しかった。この班長は時とところを問わず、また手段も選ばずに手当たり次第に被収容者を殴った。こうしたことから私たちは学ぶのだ。この世には2つの人間の種族がいる。いや、2つの種族しかいない。まともな人間とまともではない人間ということを。この2つの種族はどこにでもいる。どんな集団にも入り込み紛れ込んでいる。まともな人間だけの集団もまともではない人間だけの集団もない。したがってどんな集団も純潔ではない。監視者の中にもまともな人間はいたのだから。テキストに中略というのが多かったことにお気づきだと思います。この箇所、フランクルさんはかなり高揚しています。それである事柄を表現を変えて畳みかけるようにこう述べていらっしゃいます。ですのでちょっと長くなるので切ってしまったのですけれども、本をお持ちの方はぜひぜひ略してしまったところもお読みください。この温情的な所長さんですけれども、お名前が分かっています。カール・ホフマンという方でした。この方所長になるくらいですから、親衛隊の中でもかなり優秀ということは、ナチスの思想に沿った行動を取ってきたんでしょうね。けれどもフランクルは、この所長はその非収容者に手を挙げることもしなかったと言っています。どんな心境でこのカール・ホフマンという人は戦中を生きたのでしょうか。そしてこのカール・ホフマンという方、1973年に自死なさっています。一体どんな戦後の日々を送られたんでしょうね。いろいろ考えてしまいます。この真ん中辺の「これには後日談がある」というところなんですけれども、ここは下山訳にはありません。私が訳した77年度版にフランクルさんが加筆したところです。所長さんは薬を買ってきてくれた、温情的な人だったというのはもう初版にありました。それだけでも十分なのに、なぜこの戦後のエピソードを書き加えたのか。私なりの考えを役者後書きに書いておきましたので、関心のある方はご覧になってください。その次の段落ですけれども、種族という言葉が出てきます。ドイツ語で「ラッセ」です。英語から入ってきた「レイシズム」という言葉がありますね。人種差別主義者。この「レイス」と同じ語源を持つ言葉です。ナチスが大好きだった言葉です。優秀なラッセ、劣ったラッセと言って、フランクルさんにとって忌み嫌うべきこの言葉を何度も使って、ここで彼が言いたかったのはどういうことなんでしょうね。純血という言葉もドイツ語ではラッセンライヒ、ラッセが入っているんです。フランクルさんはこの部分ラッセという言葉に怒りを込め、また皮肉っぽく意味をずらしています。アーリア人種、ユダヤ人種といったエセ科学的な人間の線引きとは違う、まともな人間とまともではない人間という倫理の問題にこうずらしています。皆さんはこのところどう受け止められました？重いですね。ではこの第2部収容所生活の一番最後のところを読んで終わりにします。この部分もフランクルさんが77年度版で書き足したところです。私たちはおそらくこれまでどの時代の人間も知らなかった人間を知った。ではこの人間とは何者か。人間とは何かを常に決定する存在だ。人間とはガス室を発明した人間だ。しかし同時にガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在でもあるのだ。では、ズーム読書会でお会いしましょう。